どうもバーンです。今日の DIY ですね、タイトルにもある通りです。耳かきを自作する方法ですね。ね、これこちらこれが市販の耳かきです。まあよくできてますよね。竹素材ですね。で、ですね、自作してみたやつ第一弾がこれです。しょぼいですよね。ちょっとね、まだまだ改善の余地がねありますね。で、作ってみた、第二弾の、これは耳かきですね。これが第二弾です。ちょっと耳くそあるか。ちょっとね、上手くなってきたんじゃないでしょうかね。もう一回、これが実物です。実物ですね。でね、素材は、竹ですね。で、こちらも、竹なんですけども、これ、元のね、素材は、ラジコンで使う焼き鳥用の串ですね。100均に行ったら100本ぐらい、110円でね、売ってますね。で、これをね、加工しました。で、加工方法なんですけれども、グラインダーですね。サンダー、とも言いますですかね。ハンドグラインダーで加工しました。もうね、30秒か1分ぐらいでね、加工できます。こっちの方からぐーっと削っていって、後ろの方もね、こうやって削っていってれば、まあ、あっという間にできますね。で、仕上げはちょっと、これまたラジコン用のデザインナイフでね、ちょっとこの辺整えてやれば、まあ、完成と。言ったところですね。で、オリジナルと比較してですね、何がダメなのか、何がダメというか、まだ何が足りないのかと言ったところをね、検討してみると、まずね、先端の横幅ですね。先端の横幅が若干ですけども、焼き鳥用の串よりもね、やっぱりオリジナルの方が太いんですよ。ね。これはちょっと、どうしようもないかなと。言ったところですけどね、実際に使ってみた感じはね、そんなに悪くはなかったです。あと、実物は、この手前の方に、かまぼこのようなね、形の、半円のね、形がずーっとなってます。これなんでこんな風になってるのかと、オリジナルはなんでこんな風になってるのかというと、この耳を描く方の面ですね。この面が、耳の中でどっち向いてるのかっていうのはですね、こう、実際に触ってみて、向きをね、把握するためにね、ここがね、かまぼこ状になってるというふうに考えられるわけですね。で、まあ、こだわって作るというのであればね、この焼き鳥用の串を全部こう、半分スライスね、かまぼこ状にスライスすればいいんですけど、ちょっとそれめんどくさいんで、まあ、実際こうやって用意して、で、ちょっとやってみましょうか。あ、やっぱ使い勝手がね、やっぱり実物の方がやっぱいいっちゃいいですけどね。おっと。これちょっと見せられないですね。ティッシュティッシュ。はい。というわけで、実用的には、クリアできるレベルになったというふうに思います。あと、これね、耳かき、皆さん持ってはりますよね。1本や2本もね。で、これね、ここがね、めげることがあるんですよ。バキッとかね。もうそうなったらおそらく皆さん捨てられてると思うんですけども、今後、バンはそんなことぐらいでは捨てません。はい、そうです。つまり、もしね、パキってなってしまった時は、もう一回ね、ここで、ちょっとピンボケやね。もう一回、ここでカットして、で、成形し直してやれば、3、4回は、もっとかな。長さがね、許す限り、耳かきが、リビルドできるんではないかというふうな提案も今回させていただきます。はい。というわけで、100均で売っている焼き鳥用の串ですね。100本で110円、150本で110円ぐらいだったかな。もう、めちゃくちゃコスパいいですよね。もうこれでバンは一生、耳かきは買わなくて済むかなといったところではありますね。あ、耳かきって、100均でも、売ってるか。本日以上です。ではでは。